ア津本郷駅は、福島県ア津若松市北ア津町城前塚にある、東日本旅客鉄道只見線の駅である。大正時代末期、西若松駅とア津高田駅の間に計画された、この駅は、駅舎が、旧北ア津村に予定されたため、当時の本郷町市街から1500メートルも、 離れており、会津本郷焼きなどの出荷にも大きな影響があるとして何度も計画変更を申し入れたが叶わず、駅名を会津本郷駅にすることで涙をのみ決着したという。単式ホーム一面一線を持ち列車同士の行き違いができない地上駅である。かつては相対式ホーム二面二線を有していたが、現在線路は撤去されている。さらに、開業当初は、 アガ川からのバラスト採取専用の引っ込み線があったため現状にそぐわないほどの広大な構内があり名残として西若松方向400メートル付近から分岐していた路盤と橋梁跡がわずかに残されている北側の構内の一部には太陽光発電のパネルが設置されて有効活用されている合和賀松駅管理の無人駅であるかつては 木造の駅舎があったが、待合所に建て替えられた。2004年度の乗車人員は、1日平均49人。藍津三里町本郷地区への入り口となる駅でその、中心にも近いが、藍津若松市との境界線付近にありぎりぎりで、藍津若松市に入っている。2004年に、藍津若松市に編入されるまで当駅の所在地は、北藍津村となっていた。ありがとうございます。